部決定をタッチするんだ。ヒーローアバターカードを置くと君の分身を登録できると。バトルタイプがスペシャルのカードは1枚だけ登録できると。バトルカードの表面を上にして下画面に置くんだ。我を呼んだか。私の計画をチームで戦うからチーム決定だ。では出発すると、戦争開始。さあ試合開始だ。あっという間に白目を向かせてやろうぜ。よっしゃ、僕もいいね。このバトルでは7個集めると、敵のアビリティ発動だ。バトルアプリのチームボーナス効果で、バトルアプリのチームボーナス効果で、ラウンド1、バトルアプリ発動チャンス。バトルアプリセット完了。よいしょ、最初が肝心だぞ。目にもの見せてやれ。よし、発生決定。なんだこの戦闘力は。嘘だろ。敵の戦闘力がこちらを上回る。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。カード成功。コルインがスーパーカードコンゲット。仲間のアビリティ発動だ。なんてパワーだ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。ガード成功。コルインがスーパードラゴンボールゲット。仲間のアビリティ発動だ。バトルアプリ効果発動。さすが、俺が見込んだだけはあるぜ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。コルインがスーパードラゴンボールゲット。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動。ラウンド2、バトルアプリ発動チャンス。こんなやつは一瞬だぜ。よし、バトルアプリ効果発動。ロックオンモード突入。カードを動く。なんだこの戦闘力は。嘘だろ。いいと、敵の戦闘力を上回った。仲間のアビリティ発動だ。ヒーローチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。ゴルンがドラゴンボールで全て揃ったぞ。さすが、俺が見込んだだけはあるぜ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。連携効果で戦闘力が上がったぞ。やるじゃないか。究極元気玉を発動させるから。究極元気玉発動。終わらせてやろう。全てのメンバーカードを枠の中に入れるんだ。メンバーカードを上下に大きくこするんだ。元気玉だ。
覚悟はいいな。メインを前に突き出せ、兵士だ。嘘だろ。いい勝利だったぜ。俺も負けてられないな。体に限界はない。これが今回のスコアだ。それがスーパードラゴンボールを想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。タッチパネルの上にあるカードは